はい、それでは牧場物語、ウェルカムワンダフルライフの続きをやっていきます。おやすみなさい。ということで、パーロットの10日です。最後の章のパーロットも終わってしまいますね。やっていきましょう。おっと、こんな早い起きだったっけ？今日は何もねえか。何もないんだよな。種付き今日お願いだったっけ？お、ポケットにしまっているということは？ボンバーの種付きは帰ってきてからやるから、そっと保留しておいてくれ。ボンバーの種付きという字面よ。さて、かなり大きくなってくれたんだけどな。間に合いませんでしたな。ここまで大きくなってくれたら逆に、これ刈り取って、アンバーとかインディゴに実をつける系のやつに植え替えようとはならないんだよな。ぬーん、選択を微妙に誤った感があるな。ま、それも、一つの形だな。デイ。コロバックル君、今日の料理はなんだ？魚介のフォー。魚介のフォーか。まあ今釣り竿マックスだし、なんとなく狙ってこの魚を釣りたいっていうのも、少しできるようになってきたところでもありますんで。まあよっぽど珍しい魚でなければいけるかな。魚介のフォー。フォーっていう料理があることは知っているけれど、それが何なのかって言われると、うまく説明できない今日この頃。魚介のフォーはスープかな？お、あったあった。魚のすり身とニンニンを混ぜた団子の入った麺料理です。あ、でも魚だったら何でもいいのか。足らないのはニンニンの方か。ニンニンよく使うな。これはニンニン畑を大量に作らないといけない感じですね。そこに一番力を入れなくちゃいけなさそうだ。そして薬膳スープは、これ何が足らないんだ？ゴーストあるよな？幻もあるよね？ああ、またニンニン？ここはダンサーもしくはスコーンでも良さそうだけど、ニンニンが不足すぎる。スコーン、ダンサーはどちらでもね、料理で同じ役割を果たしてくれそうだから、どっちかたくさん育てておいた方がいいかもしれませんが。うん、何にせよニンニン不足だな。ニンニンがあれば作れる料理がまだいっぱいありすぎる。今年のペッパーはニンニン育成で決まりだな。あと、レシピ知ってて作ってないのはどれだったっけ？あ、これか、赤い合い物だな。エジソンは、ペッパーの釣りになったらハッピーランプを回収して、それで、まあ、9個ぐらい作ればいいかな。そんな予定でいます。お。あ、そうだった。ちょうど発掘場にいる時に来てたんだな、高倉さん。あれか、なんかすごい声を張り上げてたんだろうな。おー、芋、今から種付けをするから来てくれーって。めちゃくちゃ大きい声で叫んだけど、俺がちょうど発掘場にいて聞こえなかったんだろうな。でもやっておいたぞって言ってくれるのすごいよな。なんというか話が早いというか。さて、お昼になったけど、ここまだなんだよな。今のうちにペッパーで育てるやつ作っとくかな。何を作らないといけないかをちょっと改めて確認しようか。作物。とりあえず作りたいのは珍種だけだな。珍珠に関してあと2種類で、キックと、なんだっけ、スターか。あれがペッパーに実をつけてくれればもうそれ収穫で終わりですからね。なんであとは、珍種の作物の方なんですが、ここがガチだよね、確か。一回植えた木を枯らしてしまったやつ。ガチ、ワットだね。ガチ、ワット。あれ、そんだけか。あ、チンシマあと2種類だけなんだな。ここが多分オラブルだよね。オレンジのブルー系が1個だけ取ってないので、それもペッパーに出来上がるはずなんで。あ、ワットとガチだけか、育ててないので言うと。なので、まあ、それ以外だと、エジソンがお料理で使わないといけないから、これは作ろうって話だよね。ただ、これは、ああ、でも今のうちにエジソンを作っておくだけ作っておくのありか。で、あとはニンニンだな。ニンニン、ワット、ガチ、エジソン。この辺はとりあえず作っておきたい。あと、お料理で使うかもしれなくて、作った方がいいやつって？ああ、豆、ペーストがあるから、近藤とか作っといた方がいいんだったっけか。近藤、種の中じゃダメなんだったっけか。近藤は作っといた方がいいかな。オードブルだよね、確か。
豆ペースト。今度、あ、でも木魚があるからいいのか。まあ、今度がペッパーだったら作っといてもいいかもね。とりあえずニンニンだよ。ニンニン不足が深刻すぎる。お金が貯まってきて、また作物の種をね、追加購入するのも余裕が出てきたんで、ちょっと今日のうちに買っとこうか。買って、で、品種改良も、ハッピーランプ以外はやっておいて、そこから明日ガーンと植えていくという感じでいきましょう。ねえ、セピリアさん。だいぶできたかな。1、2、3、4、5。で、ガチを混ぜれば、6かな。でもこれでまだ6枠か。6、54マス分しか植えられないんだ。他何植える？まだなんかあんの？もう大変すぎない？いっぱい育ててないやつってなんかあるか？いっぱい育ててないやつでかつ、いっぱい育てた方が良さそうなやつっていうことなんだけど。それはないかな？よし、とりあえず種は量産しておいたんで。あとはペッパーを待つばかりだね。よし、それじゃあちょっと一旦、品種改良で時間取ってしまったんで、ここで休憩しよう。はい、ありがとうございました。はい、それでは牧場物語、ウェルカムワンダフルライフの続きやっていきます。おやすみなさい。よし、それではやっていきましょう。ペッパーの1日です。イベントは明日ですね。雨天中止。雨は降らんでほしいな。ここまで来ると、どういう、内容になるのかすごい気になりますね。それじゃあ今のうちに、あれだな、服装と音楽を変えようかな。ときめき3秒前ってどの曲なんだろうな。聞いたことありそうでないような何とも言えない曲やな。でもなかなか爽やかな曲ではあるな。アンバーっぽくもあるけど、インディゴって感じじゃないので、まあ今のうちに書きておこうかな。ではファッションも変えるかな。髪の色をもう変えられないからな。若干ファッションのパターンは少なめになるかもしれませんが。これにするかな。髪型はあえていじらないぐらいがちょうどいいのかなという気がしてきたんで。これでいきます。服装だけちょっと爽やかな。ペッパー仕様にしていきましょう。お、メトロマが出来上がっている。ちょうどいろいろ植えたいと思っていたタイミングと合致してくれているのでありがたいね。さて、お、オラブルが大きくなっている。いい調子じゃない？お、キックもできてきつつあるね。スターの実は？あ、やっぱりこれ上から見ると星型になってるっぽいね。予想通りだぜ。まあ、明日ぐらいには出来上がってくれるかな。楽しみだね。メトロマ。メトロマを使うお料理もあったはずなんで、それも作っていきましょう。では、ペッパーの季節スタートで植えられるやつ、育つやつはガンガン植えていきましょう。とりあえず、間違えないように、一箇所に固めておく。エジソンとガチが、先に植えちゃうとまずいので、とりあえずこの上のやつから植えていきましょう。ドラゴン。ワット。ニンニン。ショロを。キャメロ。という感じで。あとは、作りためておいたやつというか、普通の品種改良のやつでも植えられそうなやつあったと思うんで、それもちょっと植えておこうかな。ベリトマいけるでしょ？ラディタはちょっと、ちょっと怪しいか。まあ、いけそうだけど。トパタマもいけるのか。トラディ。こうやって見ると意外と余ってんだよな。やや長めか、いけるかな、ラウリ。まあ、いけなくはないと思うんだけどな。なんとも言えん感じだな。まあ、いいや、最悪枯れてもそんなに痛手にあんないし。ペッパーの1日が空だったら普通に成長しそうだよな。この辺も植えとこうか。ベリブルはちょっと今季節が合ってないから無理だけど。ちょっと端っこの方にスコーンとダンサー埋めとこうかな。これで、スコーンとダンサーは端っこに植えておくのがいいかな。トラディパシュリ、
あ、でもこれ以上植えるとさすがに、あれだな、ガチとかを植えるのが今度は大変になるから。これぐらいでいいかな。さあ、それでは、お使いの新しいのが来たはずなんで、それを確認するのと、あとは何だったっけ？まあ、他もいろいろやっていきましょう。青い果物。家にあった料理の方を見たのですが、青いフルーツというものがあるんですが、美味しそうなので気になっています。やっぱりみんな美味しそうとか、どういう味なんだろう、気になるっていう感じの、あれなんだな、認識なんだな。で、やっぱり料理の方を見て、なるほど、このレシピで使う料理の材料がこれだから、やっぱりこういうのが存在してるんだなっていうのはみんな思うんだな。俺もそれで発見したしな。美味しいやつ。金の卵。要求の仕方が適当するよな。これで伝わるやろみたいな。なんかこちらに対する全幅の信頼とでも言うのか、甘えというかが感じられるな。ぷいな、喋れないわけじゃないだろうしな。ぷいぷいって書けるんだったら。ねえ。なんだろうね。これが欲しい、ぷいって、普通に言えそうなもんなんだけどね。思い出したぞ、ハッピーランプだ。今日でハッピーランプを10本回収すれば、ガチの方がいけるかな？ガチをハッピーランプ仕様にして、そんでもって、早めに植えておきましょう。金の卵ぷいと、あー、グラートさん、朝一会えばよかったな。まあ、いいや。夜帰ってくるタイミングで青い果物かな。ツールタン、会いに来たよ。品種改良しに来たんだよ。ガチをハッピーランプでガチガチにしていくぜ。よし、ガチが出来上がったんで、いつでも育つガチを植えに行きましょう。今度はうまくいってくれるはず。改めて確認。季節を問わずに育ちます。いいね。長めっていうのが結局どれぐらいかかるのかっていうのは気になりますけどね。この辺に植えた果物系も、ペッパーにたくさん出来上がってくれるのは楽しみだね。よし、じゃああとはのんびりかな。とりあえずお料理のレシピを確認しに行くところから。ブイブイ、ちょうど出会えるとは。せっかくなんでありましょう。そういえば前にも、なんか依頼あったような気がするし、ブイも意外と、これを通した交流多いような気がしてきたな。干渉 S。これは地味にありがたいな。さあ、レシピを教えておくれ。光る天ぷら。え？また光る系？これダビとか使いそうだな。ここに来て、ここに来て。まだ作らないといけないもの発見って感じかな。まあ、早めに分かってくれるんだったら、それに越したことはないんだけどな。ペッパーの季節は育てやすいというか、育ちが早いからね。空いているところにガンガン植えていくという形で、追加はできるんだけど。でもダビって使ったっけかな？まだ冷蔵庫に余ってるんだったら作ら、すぐいけそうだよな。天ぷらでしょう。天ぷらだったら黄色を使うんじゃないのか？光る天ぷらで、ね、青色のやつとか使うとかだったらちょっとあれなんですけど。発見。光る身を天ぷらにした料理。あ、光る身だったら何でもいいのか。天ぷら用の材料はこれですみたいなのが決まってんだな。天ぷらアイコンか。天ぷら材料アイコン。他にはなかなか見んだろうな、これ。よし、じゃあ作れるんだったら作っちゃいましょう。ダビしか使えない料理もあるかもしれないから、一個しかないやつは大事にしておくね。おお。揚げた電球って感じですけど。まあ、まん丸いっていうのは、食材としては美味しそうな見た目ではあるよね。味わいはどんな感じなのかな？あ、そうだ。メトロマがあれだから、いけるんだよな。スイーツメニューの、スムージーだよね。スムージー。メトロマ必須でしたが、今回、収穫できましたんで、作成可能となりました。行くぜ、メトロマ。メトロマ S を使った超高級スムージーですよ。出来上がり。上半分と下半分が、それぞれ何味なのかが微妙にわからんな。図鑑をちょっくら確認しましょっかね。釣りで、まだスゴ系を釣っていない魚をちょっと狙ってみようか。ニセグロと、マムシ？
ニセクロマムシハンマー。ニセクロマムシハンマーだけか。ギターくらいでかい。小さな子供くらいの大きさ。同じデカでも、この辺サイズの差あるんだな。じゃあちょっと海で大物釣り、やってみよっかな。最近やってなかったしな、海釣り。大物を釣るとかいうよりは、とりあえず、まだ見ぬ魚を釣りやりたいとか、そっちの方に意識向きまくってたしな。ここいらでやっておこうか。海釣りで大きさによって厳選するのは初めてじゃない？こら小さい。大きい声しか認めないよ。これは小さいですね。普通。もうちょっとでかくないとダメ。ニセグロのスゴって相当でかいと思うんだよな。あ、これパッと見ちょっとでかいな。ニセグロのデカではないと思うけど、何かしらのデカかスゴだとは思うんで。まあ、これは釣っとこうか。釣って損のないような相手は釣りありでいく。いや、でも結構すぐかかったからな。デカでもスゴでもないかな。岩井、なるほど。岩井ってチビでもあの魚影の大きさなんだな。だいぶでかいな。でかい祝いでした。残念。そうか、グラートさん待ちだったな。もうちょいかかるかな。お使いのアイテムをあげるのをグラートさんにやるっていうのと、まあその他諸々もあるんで、もうちょっとだけ夜活動しておこう。グラートさん会えるかもしれないという望みをかけて、ちょっと出かけてみようかと思ったんだけど、グラートさん、さすがにこの時間はもう寝るか。ダメでした。まあいいや、明日会いに行こう。さすがに俺も眠いしな。帰ろう。帰って寝よう。おはようございます。ペッパーの二日やっていきましょう。まあとりあえず作物が出来上がってくれるのを待ったり、あるいは、あれこれと、お願いしたいこともあるという感じで、あれこれ、コロボックル君にレシピを教えてもらいたいとか、そういったことに力を入れていきたいペッパーかな。この曲同様、穏やかなペッパーになりそうだね。お、ビッグバーン。ほっぺたが赤みを帯びています。隔離期間になりました。寝ている最中に隔離期間に入るとはな。うめえ。さあ、オスの槍は生まれてくるのかな？さあ、そして、出来上がってる。これで鎮守はコンプリートになるかな？キック。鎮守を使った料理系は、まだ増えるんかな？珍しい食材だからな、全部になんか、固有の料理が存在しててもおかしくないよな。さあ、そしてこちら。ブルー系と最後の砦であったオラブルも完成しましたね。いろいろ勘違いがあって、すでに収穫していたのに、追加で育てることになった、ブルーの桃も、ついでに収穫しておきましょう。出来上がり。今日のレシピ、何を教えてくれるかな？踊る天ぷら。踊るて。なんだろうな。ダンサーを使うのかな？踊っちゃうくらい〇〇みたいな説明のやつはなんかあった気がするけど、なんだろうな。カラーボールじゃねえや。ミラーボール的な、やっぱ虹玉かな。あれ一個しかなかったからな。またいつ必要ですって言われたらちょっと困るんだけど、地味に。どうなることやら。踊るなんだったっけ？踊るなんちゃろうちょっと見ようか。踊る天ぷらか。天ぷらはオードブルかな？ん？プニプニと音の出る身を二つ加えて天ぷらにしたもの。あー、音が出るやつで踊りたくなりますよねっていう感じなのか。お隣系は結構あるからな。都合がいいぜ。プニプニもちょうどあるしな。いやでも結果的には鎮守3つないといけないのか。そういった意味ではちょっとレアな天ぷらだな。
え、珍種3つ必要ってことは最低でも3000以上で売れるのか？めちゃくちゃ高価な料理かもしれない。ちなみに、踊る天ぷら意外と安いか。お化けスープと同じぐらいの値段だけど、あっちは、あれなんだよね、珍種ミルクだったから、全部品質低めで作ったらかなり、あっちの方がお得になりそうだね。これ、今までに見たことないぐらいでかいから、スゴニセグロじゃないのか？まさか一発で来るか？めっちゃ慎重だし、かなりの大物の予感。フェイントもかけていった。なかなかやりよる。だが一回、あれだな。引っ掛けてしまえばこっちのもんよ。お、来たー！スゴニセグロが釣れましたー。イェーイ。これであとは、海ではスゴハンマーが釣れれば終わりかな。でもハンマーがな、どれぐらいの大きさかわかんねえからな。ちょっとわからないんですが、これがスゴハンマーで、連続で、コンプリートってならないかな。お、スゴニセグロ連続、しかもサイズ更新してるし。んー、でもこれくらいデカすぎると、もうニセグロの方が、可能性高くなっちゃうから。あれか、ハンマーで、スゴ系を狙うんだったら、あえてちょっと小さめの魚影を狙った方がいいのか。スゴハンマー、スゴハンマー。俺は追い求めているんだ、スゴハンマーを。来ておくれー。スゴニセグロだった。こんなでかかったか。もうちょい小さいと思ってたんだけど。ん？あ、そうか。もうそんな時間だったか。帰ろうと思ってたのに、イベント発生しちゃったわ。そうだよな、普通に晴れてるから、イベント発生するわな。これから花火を打ち上げるぞい。あたりがまだね、明るかったから、夜のイベント始まる時間っていう意識が全然なかったわ。でも去年もこれぐらい明るかったもんな。釣りをやっていたら、イベントが始まってしまったわ。みんなお揃いで。みんなのために花火を上げるぞい。去年と違うのは、高倉さんと主人公のこの、白髪混じりっぷりかな。もうみんな、年取ったな。グラトさんとかやばいもんな。白染めしたんかってぐらい真っ白だもんな。テイさんのこの、なんとも言えずちょっと黒い髪の毛がほんのり残っていて、あ、これじわじわと白髪になっていったんだなっていうのが、すごいわかりやすい色合いが逆にリアルだよな。他の人たちはなんか一周回って、全部銀色なのかなっていう感じの見た目なんだけどね。たまよー。これ砂浜のそばで、目の前で上がってるのを見てるから、若干、あれなんだな、この、なんて言ったらいいんだろうな、下から見上げてるっぽい見え方してるんだよな、花火が。リアルだね。今年の花火もそろそろ終わりね。もう少し見ていたかったわ。あれどうした、三日月。先に帰ってお風呂を入れておこうと思って。お母さんたちはもう少しゆっくりしておいでよ。あら、そんな気を使ってくれるなんて。行こう、高倉さん。お、おう。どうしちゃったの？照れちゃっていい。いきなりびっくりしちゃうじゃない？私たちに気を使うなんてすっかり大人になったわね。それじゃあ、あの子の気持ちに応えて二人の時間を過ごしましょう。うん。よくできた子やな。普段からこっちが好き勝手してるような気もするんだけど。こういう時にも気を使ってくれるんやな。そしてグラトさんに遭遇。グラトさん。お使いを見ましたよ。青い果物欲しいんですよね。いっぱいあるな。まあいいや、とりあえずマブルであげよう。あげる。美味しく食べてね。まさかもらえるとは思っていませんでしたよ。何くれるんだったっけ？おう、なんだこれ。何かしらの料理をもらいました。これは、野菜あんかけ。おじゃがかぶタタールなどの野菜を炒めた料理です。タタールは一体どっから持ってきたんだ？やはり町では売っているんか。よーし、それじゃあそろそろ帰って寝るかな。三日月お風呂入れてくれてるんかな。ダメだ。さすがにもう寝てるかもしんねえ。もう少し早めに行っていたら、お風呂沸いてるよって言ってくれてた可能性も。
あったんかな。あったんだったらちょっと見たかったな。よし、じゃあ俺もそろそろ寝るか。ちょっと目覚まし時計が最近早いんで、少し遅めに起きようか。これぐらい時間を取らないと眠気が取れないかもしれないしな。ちなみに確認をいたします。ニセグロも凄さへ移って星マークがつきましたね。人間と同じくらいの大きさ。ハンマーとマムシ、あとハンマーとマムシを最大サイズで釣り上げればマックスだね。あ、でもこれそうか、マックスサイズの時には王冠つくんか。くぅ、まだまだ限界を超えていないというわけか。なかなか難しいな。でも山辺42なんだな。中途半端なサイズっぽくない？このサイズを超えたら王冠がつくみたいな基準があんのかな。すごふけさぎ26センチもな、気になるよな。こうやって見るとなんか、川魚は割と王冠つきまでたくさん釣り上げてるの多いな。知らず知らずのうちに王冠がつくぐらいたくさん釣ってたんだな。ソプラノがな、意外とサイズ足りてないっていうのは不思議だけど。山田、一番でかいやつを狙うんだったらなんかひたすらでかい領域だけに絞って釣っていけばいいから、まだ、サイズ更新はやりやすいような気もするんだけど。同じ場所で釣れる絶妙なサイズの、この王冠狙いとかが一番難しい気がすんな。まあいいや、次ももう少し頑張っていきますが、とりあえず今日は寝る。おやすみ。おはようございます。ペッパーの3日やっていきましょう。一応、コロボックルには会いに行って、星空祭の、違う、花火祭りの、花火大会のお話をするかどうか確認しておこう。コロボックルくん、花火よかったね。お花が咲いてからしばらくしてから、ドーンって音が聞こえるのなんでなの？結構離れたところから見てたんだな。お花を見ると幸せになるの？花火のことをお花と認識してるんだな。いろんな色のお花綺麗だったんだ。コロボックルの世界にはやはり火がないのか。ノーファイヤーの中で生きてるから、綺麗なものはすべてお花っていう感じなのかな。ベッサさん。今年の花火も最高だったね。三日月、花火の話題しようぜ。釣りの話題になっちゃうかな。花火大会の後二人で楽しく過ごせた？そういう時間も大事かと思って。気を使わせて悪いな。でも毎年、あれなんだよな、聖夜祭が二人きりだからな、そんな気を使われる必要もないと思ってたんだけど、三日月的にはそういうのも大事な時間と思ってるんだな。おう。花火大会楽しかったね。また家族で見に行きましょう。三日月もあっという間に大人になっちゃったなって。確かにそんな感じだな。年を追うごとに大人になっていってるのが実感できるもんな。そしてこう、なんか成長が、大きな成長が、変化が、なくなっていくと逆に、ああ、もうそれだけ大人になったんだなっていう実感もするしな、これぐらいになると。アラームを6時に設定し直して、そしたら今回はここまでにしておきましょう。釣りが思いのほか楽しくなってきたっていうところなんですが、またなんか別の目標も立てていきたいかな。ペッパーはな、とりあえず作物が出来上がるまで待ちの時間がちょっと長いから、その他にいろいろやっていきたいところ。まあ、白銭をまたね、ちょっと集めて、今度こそ釣りバーンさんが来るときにまとめて買い取ってもらって、うわうわっていうのもやってみるのもいいかもしれませんね。はい、それでは今回はここまでとなります。ありがとうございました。